ジムニーシエラのラダー購入しました。これから内容物見ていきたいと思います。こちらが内容物ですね。ネジとかすごい量です。なんか並べてみたんですけれども、素材がまず鉄ですね。鉄でできてる素材で、錆びるパターンですね。錆びるパターンなんで、まあ、どっちにしても、まあ、錆びたらネジ取り替えるか、まあそれはそれで雰囲気が出ていいのかなというところで、よしとしましょうか。で次本体のパーツ、それぞれはこんな感じですね。で塗装が結構いい感じで、本体塗装も結構頑丈な、仕上がりも結構いい感じでできていると思います。これがクッション材ですね。スポンジですね。ウレタン状のスポンジ。こんな感じです。今回ですね、このクッション材、これだけちょっと材質変えようかなと思います。これボディに直接触れる部分で、ですね、こう金属に例えばこう触れたとして、これが擦れた場合、万が一ちょっと動いた場合、これが切れてボディに激突してしまうという恐れがあるので、これをですね、この1ミリ厚のゴム板ですね、これはホームセンターに売ってるんで、これを買ってきて貼り付けます。で貼り付け終わった状態がこの状態ですね。まあ、ちょっと隙間あるんですけれども、ここはエアゲートの鉄板部分が引っかかる状態になって圧がかかるので問題ないかと思います。両面テープは息子に取ってもらおうかなと思います。最近工作結構一緒にやっていると、細かな作業もどんどんできるようになってきたので、ネジ締めたりするのもなんか好きみたいですね。まあでもこのようにしていろいろ置いていくと、いろんなことが自分でできるようになるのかなと思って、どんどん取り入れるようにして、子供にもやらせるようにしています。でまあこれ両面テープ剥がした状態で、これをこちらに貼りますね。ここですね、こんな感じです。仕上がりましたね。まあ、これも圧かかる部分なんで全く問題ないです。このぐらいの歪み押し込むだけなので、まあちょっと交通入れますね。これなかなかゴム板貼り付けるの組み立てなんかでこれが一番難しいんじゃないかっていう感じですね。でこれハサミの孫の部分使ってこうやって押し込むような感じ、ギュッギュッギュッて、こんな感じでやるとうまくいきました。かける場所、他見てもらうと四角なんですけれども、1個だけ斜めになってるやつありますね。これがですね、ここの先端の一番トップの場所、ここに入りますね。こんな感じで、固定します。じゃあ今息子にネジを入れてもらいますね。センター合わせて、そう、仮止めですね、六角レンチ。ちょっと今ね、手で回してみ、これ、うん、それその六角使いづらいかな、でも、いいですね。そうですね、よくできますね。
そう、最初は長い方で締めて、本締めするときは短い方に変える。そう、でもまだ仮止めだから、うん、終わった。でもできちゃいましたね。できました。これでいいんじゃないでしょうか。これもう一個相手側つけますね。はい、最初ね、これセンター取るのにちょっと大変かもしれないですけど、手の感触でネジの入りを掴んでもらえればいいんだけど、最初まだ分かんないか。今ネジ変えましたね、うん、まあそれはそれで一つの手です。もしかしたらネジがやられてるかもしれないんで、苦戦してますね。そういう時、うん、できない。そういう時はちょっと持ち上げてみて、でネジ取って、でそのまま落とし、押さえながら落としていって、で穴位置合わせて、手の感触で穴位置を感触取って、そうで、そこで締める。そう、落ちた、落ちた、落ちたか。今週も抑えたいからパパ話していいよ。また。うまいね。一人でできる。パパ抑えない方が良かったから。そうですね。こんな感じで締めていきます。この六角レンチも自分で使えるみたいですね。こんな感じで組み立て終わりました。なかなか。ネジ1個ずつ締めるの時間かかりますね。ここ前端上のブランケットですね。途中なんですけれども、ここだったかな、このラダーの内側のナットですね。これがセットのネジ短くてですね、ナットがぐらいしか噛まない状態だったので、これはボルト、これ変えます。さすが、ちょっと日本製じゃないのもあって、アバウトですね。まあこれは想定内だったので、まあでも大体固定されてるんで、むしろつけなくても意外といけるかなって感じはしましたけど、まあ、一応気持ち悪いのでボルトとナットだけ買ってきてつけたいと思います。こんな感じですね。ラダーつけ終わりました。こんな感じですね。でですね、ラダーのここに単管クランプ、これ足場用の単管クランプ、ちょっとここにゴムマットといて傷防ぐのにつけてます。でここに単管クランプ固定して2つ、ここにスコップを固定する。こんな感じでいこうかなと思います。これでスコップですね。こう雪降ってます。結構降ってますね。まあ、気温がでもマイナス1度ぐらいなんで大した寒くはないんですけれども、でここにちょっとスコップに細工して、単管クランプの太さが、あの太さを出して、単管クランプがある程度噛むようにちょっと細工しています。こんな感じでつけます。で、まあ、ちょっとビニールテープで挟まった感じですね。ここもそうです。上と下、まあ、これつけていこうかなと思います。 OK、 完了です。単管クランプとラダーがっちりくっついてます。2つつけてるんで、まず外れることはないですね。かなり頑丈についてます。グリップ、ちなみにパラコード巻いています。これ滑り止めと
まあ、握ると素手だと冷たいので、これが結構便利ですね。ラダーも全然がっちり固定されているので問題なく取り付いたと思います。これでスコップとラダーの取り付けを終えたいと思います。これで今シーズンも一安心ですね。ご視聴ありがとうございました。